吉岡はじめ文字は、鎌倉時代の末期に起こった、美前国の日本刀刀工の一派で、五家伝の内美前伝に属する。一文字は、後鳥羽院万端屋を務めたとされる乗り胸が一派の、祖とされている。吉井川東岸で起こった福岡一文字に続いて、鎌倉時代末期頃に、吉岡一文字が、福岡の北方の吉岡の地で今日起こる。福岡一文字と比較し、 焼きに工程が少なく乱れの華やかさに乏しいものの、やや逆がかった匂いで貴重地乱れの波紋が特色。古より、福岡一文字と同様陳調され、国宝に指定されているものもある。福岡一文字と異なり、比較的投稿名を切る。一尾全国吉岡十房という名が見られる。スケミツが代表投稿。また、 福岡一文字には皆無であった裏年記がある作も存在し活躍時期が特定できる。福岡一文字と比べ波紋の変化の妙、地鉄の期待でやや劣るとはいえ、一文字の名に恥じない名刀を残している。重要文化財に指定されている刀剣も多い。国宝指定の刀剣を紹介する。ナム八万大菩薩ナム妙剣大菩薩原稿2年3月日。 安倍文後の神忠明が大洪水の隅田川を神馬で渡り切った功を称し、徳川家光から下死された。元王2年更新11月ピカがまえたや伝来。鎌倉時代屈指の七木なた。ありがとうございます。